大阪市立東、淀中学校は、大阪府大阪市東淀川区にある公立、中学校。通称、東淀。ド。1959年に、大阪市立随行中学校から、分離開校した。開校当初の校区は、大阪市立豊里小学校、大阪市立新城小学校、大阪市立下新城小学校の3、小学校区だったことから、校章は、 公明の東淀の周りを大阪市の市相、三をつくし三つが囲むデザインとなっている。近隣にある大阪府立大阪北四角支援学校、北大阪朝鮮初中級学校との交流活動を実施している。大阪市立随行中学校の上塚に伴い、1958年に随行中学校とよさと文校が設置されたことに始まる。 翌1959年には、文校が、独立校となり、大阪市立東、淀中学校として発足した。生徒数が増加したため、1976年には、大阪市立新東淀中学校を分離している。これに伴い、大阪市立新城小学校、大阪市立下新城小学校高校区を新東淀中学校校区に変更した。地域の宅地化に伴う、 生徒数増加のため、1980年代後半には、大阪市で一番のマンモス校となったこともあった。東観光車、西建公社会体工事、北建外壁塗装補強工事、北建耐震補強工事、新校舎新築工事、電気室新築工事、防球ネット設置工事、体育倉庫新設置工事、テニスコート新設工事、郊外周辺道路整備工事、 道路側作設置工事、運動場整備工事、ありがとうございます。